はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますのは、ハッセルブラッドの定番中の定番ボディ 500cm になります。はい。ご覧のように 500cm ですね。エンブレムがこの横についております。はい。では外観から見ていきますね。はい。外観、ご覧の通りですね。大変綺麗でですね。針側の縮みや汚れ、すれ、ひどい当たりへこみ、金属の腐食、錆といったものは見られないようですね。こうエンブレムのところも、錆びたり、塗装が摩耗したりとかないですね。三脚の跡もほぼ見られない感じに綺麗です。はい。革の縮みもないですね。ダイヤルはこの、レバータイプになりますね。でもって、レンズの接合部も、摩耗なく綺麗ですね。フィルムマガジンとの接合部も、ちょっとだけ、摩耗しているところありますけれども、綺麗ですね。で、バックシャッターも綺麗ですね。はい。ここがひび割れたりとか、白くなって汚れたりとかしているものが多いんですけれども、これは大変綺麗です。はい。はい、シャッター自体も非常に軽快に開閉してますね。はい。はい、全く問題ありません。はい。でもって、中身もですね、素材の劣化、こう、黒い部分がポロポロ剥がれたりとかしてないですね。非常に綺麗ですね。はい。フォーカシングスクリーンも、立ち上がり、こと、横が折れるタイプのものですね。非常に綺麗です。はい。ルーペも綺麗ですね。立ち上がりに全く問題ないですね。ちょっとだけ塗装の剥がれが見られるようですけれども、全く問題ありません。はい、立ち上がりもこのようにスムーズですね。こちら外しますと、フォーカリングスクリーンはノーマルが装着されてますね。ノーマルタイプですけれども、ご覧の通り変な書き込みとか汚れの付着、ひどい擦れ傷はないように見られます。はい、綺麗ですね。はい、ご覧の通りですね、下から見ても綺麗でミラーの劣化もないようですね。綺麗です。はい、ボディ本体の、外観と機能は全く問題がないように思います。はい。で、フィルムマガジンですね。フィルムマガジンは、ですね、こちらが、はい、A の24の、フィルムマガジンが付属しております。24枚撮りの、ブロニーフィルムが使えるんですけれども、もちろん12枚撮りの、フィルムも装填して使うことができます。はい。スライドもまっすぐでベコベコしないで綺麗ですね。はい。はい、スライドを、抜いても中が、326326でシリアルも一致してますね。でもって中にサビや腐食といったものは全く見られずに綺麗ですね。はい。はい。ダイヤル位置で、これもきっちり止まってますね。はい。動作に問題はないようです。こちら本体に接着しまして、スライドを引き抜くとシャッターが切れる状態になっております。はい。両方白で、ダイヤルが位置ですね。はい。で、一回シャッター切りますと赤赤になって、巻き上げができる状態になります。一回巻き上げてシャッターチャージすると、カウンターが2になるんですね。もう一回切って、そうすると赤がなりますよね。はい、巻き上げて、ひるめ、チャージすると、今度は3になっていると。こういう感じですね。はい。ということで、マガジン、ボディともに、全く問題ないですね。はい。で、スライドを入れないと、これが外れないようになってますね。スライドを入れると、マガジンが外れるという感じの機構になっております。はい。ということで、大変備品で状態のいいハッセルの定番ボディ 500cm になります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。